何この甘い香り。アテナよ、お迎えに上がりました。この魚座ピスケスのアフロディーテがサンクチュアリにお連れいたします。ダメだよ、サオリさんを連れて行かないで。いいえ、カティア、お前の本当の狙いは何だ。私の役目は終わった。今頃アテナ様は教皇のもとに。木戸沙織がアテナ。聞いてないぞ、カティア。すまない、ユアン、ゲオルク。私の犯した罪はこの命をもって償う。カティア、からから出ぬうちに役割を終えた気になりよって。おい待てよ、カティアをどうするつもりだ。心配するな、私が預かる。サンクチュアリにはこの者は死んだと伝えるがいい。死ね、アテナ。サンクチュアリの神殿。あなたが教皇。手荒な真似をお許しください。何を泣くのです。己の罪に対するじくじたる思いの涙。罪？私の存在そのものが罪。どうかその神聖なるアテナの杖で私を消滅させていただきたいのです。さあ、時間がありません。早く、私を。どうしたのです？アテナよ、私がこれ以上罪を重ねる前にどうか裁きを。できません。あなたの罪とは何です？私を殺そうとしたことですか？人は誰でも過ちを犯すもの。過去を悔やむよりその罪を背負って生きるべきだと私は思います。罪？違う、アテナよ、私は。髪の色が。残念だったな、アテナよ。時間切れだ。後悔するがいい。貴様は今、私を撃つ唯一のチャンスを失ったのだ。この地上は私のものだ。死ね、アテナよ。あなたは誰なのです？アテナよ、どうか。おのれ、なぜ邪魔をした。お前にアテナは倒せず、人が神にとって変わろうなど所詮無理な話。黙れ。地上を治めるのはこの私だ。邪魔する者は葬り去るのみ。
吸い寄せられる。お捕まりください。あなたを無事に送り届けろと教皇の命令です。アフロディーテ、やはりあの人は。さあお気をつけて。それでは私はこれで。いいのですか？私をこのまま生かしておいても。先ほども申し上げた通り、私はあなたの送迎を命じられただけです。むしろ私が伺いたいくらいですよ。あなたがなぜあの場で教皇と決着をつけなかったのか。神であろうとも、その力を持って人を裁くのは間違っていると私は思うからです。甘いですね。それでは正義は貫けない。正義？この世に争いがある以上、力こそが正義。たとえその手を血で汚そうとも、己の信じる正義を貫く者こそが美しいのです。しかしあなたはただの感傷的な少女だったようですね。ご無礼をお詫びいたします。楽しみにしていますよ。これからの戦いの中であなたがいかなる神となるのか。ゲオルク、これ見ろよ。ゴールドクロスの一部がブラックセイントに奪われたって噂も出てるぜ。で、あちらさんはなんて？撤収だ。あ？なんでだよ。サンクチュアリは新たに10人のシルバーセイントを日本に送り込んだそうだ。な、何？教皇は自分に歯向かう者に容赦しなくなったということだ。大粛清が始まるっていうのか。なんだ、この殺意に満ちたコスモは。いかん、全員退避。逃げろ逃げろ、足の遅い奴は巻き込まれても知らんぞ。赤色冥界派。なんだ、戦闘アカデミーが。何ですって？戦闘アカデミーが。はい、たった今現地のエルダから連絡がありました。たった一人のゴールドセイントにより壊滅させられたそうです。おじい様が作られたセインティアの養成学校、まだ戦い方すら知らない子供たちも大勢いたのに。始まっちまったみたいだね。あなたは？教皇は自分に従わない連中を手当たり次第に潰し始めたのさ。セントアカデミーの生徒を血祭りにあげたのもその意志の表れだろう。次はどう考えても私でしょうね。私戦います。アテナのセインティアとしてこの命が燃え尽きるまで。ケツの青いひよっこが何を言ってるんだい。シャオリ、そしてミーさん、これ以上の犠牲を出さないためにもあなたたちにはいとまを出します。え？別の場所を用意しますので、あなたたちはそこで身を隠していてください。いいですね？かしこまりました。そんな、勝手に決めないでくれる？翔子さん、そんなんでみんなが納得すると思ってんの？だいたい私たちがいなかったら誰が沙織さんを守るのよ。その必要はありません。私一人でサンクチュアリに立ち向かえるぐらいでなければ、この先地上を守ることなどできないでしょう。だからどうしていつもそうやって一人で背負い込もうとするの？私たち仲間じゃなかったの？仲間だって笑わせるんじゃないよ。誰？
わし座、イーグルのマリン。あんたたちセインティアの役目は、セイントと同じくアテナを守ること。自分の身一つ守れないような奴に、その資格はないんだよ。そんなこと言われなくても。分かってるって言いたいのかい？だったら見せてもらおうじゃないか。あんたたちの実力ってやつをさ。そんなんじゃ準備運動にもなりゃしないよ。兄さん、勝利！すごい、この人二人の動きを完全に見切ってる。あんた素人？いつの間に。馬鹿正直で力任せ、そんなのが通じるのは雑魚だけだよ。話にならないね。あんたたちセインティアなんかやめて、お屋敷のお掃除係でもしていた方がいいんじゃないの？ちょっと待ってよ。あなたの言う通り、私は素人、まだ何もできないんです。だから私はあなたに変えられちゃ困るの。あんた、名前は？コウマザ、エクレウスの証拠。あんたが証拠か。マユラ姉さんから話は聞いてるよ。挨拶ぐらいはしてあげようじゃない。これは。パンチを高速で繰り出す単純な技だけど、使い手のコスモによってその威力は無限に変化する。あんたみたいなちょっとつ猛進型にはお似合いかもしれないね。さあみんな立ちな。アテナのおそばで戦いたいなら死に物狂いでかかっておいで。アテナ様のために、サオリ様のために、サオリさんのために。これは三つ政様の悲願により建築されたグラードコロッセオがここまで破壊されるとは。警告でしょうね。沙織お嬢様、ここは危険です。どこか安全な場所に身を隠された方が。私はもう逃げも隠れもしません。しかし私は赤ん坊の頃からずっとアテナの生まれ変わりだからという理由で多くの人々に守られてきました。けれど私は守られるだけではなく、この手で運命を切り開きたい。そのためには私自身が誰よりも強くあらねばならないのです。もうおいしい。シャオリン、あんた天才だね。私料理得意なんです。ミーさんは食べないの？先輩はアテナ様のことが心配なんですね。沙織様ならきっと大丈夫。ただサンクチュアリとの決戦を控えたこの時に、おそばにいられない自分が不甲斐ないだけです。だから私たち頑張ってるんじゃない。沙織さんと一緒に戦えるようにもっともっと強くならないと。何も分かっていないんですね。沙織様はご自分が生まれ持った星の運命を知ったその時からずっと命を捨てる覚悟で生きてこられたのですよ。グラード財団の跡取りとして何一つ不自由なく暮らすこともできたはずなのに。運命なんて。翔子さん、アテナ様のことを一番知っているのはミー先輩なんですよ。何を、私が悪者？でも先輩、アテナ様が私たちにおいとまを出されたのは私たちを信じてくれているからだと思うんです。私たちが共に戦う未来を信じているから、こうして修行の機会を与えてくれた、そんな気がしているんです。その心に必ず応えてみせましょう。
アテナ様のセインティアとして。シャオリン、その子の言う通りだ。マユラ姉さんが言っていたよ。神として生まれた少女の心に寄り添い守ることもセインティアの役目の一つだということを忘れるな。てね、セインティアの役目。あんたへの届け物だ。感謝するんだね、クロスの修復に尽力してくれたムーとシナトたちに。私半ばで死んでいった者たちの無念がエリスの残り牙に誘われてうごめき出したのだ。これ全部そうなのか。今は小さな欠片に過ぎないが、このままでは地獄の門が開くかもしれん。何事です？お前たちは。セイヤに倒されたシルバーセイント。はい、俺たちは偉大なる邪神の力でゴーストとなって戻ってきたのだ。己、この辰巳徳丸が相手になってやる。バカ、てめえから血まつりだ。うぇぇなんだ。指一本触れさせません。何？はあ？ミーさん、シャオリン、よく戻ってきてくれましたね。何なの、こいつらは。マユラから知らせがありました。エリス神殿の跡地で邪悪な力がうごめいていると。エリス神殿？まさかこの者たちはゴースト？サンクチュアリは。かつてのセイントたちが数多く眠る場所、そこに邪神の手が及んだら取り返しのつかないことになります。この地上が邪悪に汚される？もはや猶予はありません。邪神の手が及ぶ前にサンクチュアリに乗り込んで教皇と決着をつけます。かしこまりました。では支度を。いいえ、あなたたちは私が教皇に会うまでの間マユラと協力して邪霊たちがサンクチュアリに入り込むのを防いでほしいのです。別行動なのは構わないけど、サンクチュアリには誰を連れて行くつもりなの？まさか。いけません、単独で敵地に乗り込むなんて無謀すぎますわ。サンクチュアリにいるセイントが全て敵だとは思いません。私の声に耳を傾けてくれる人も必ずいるはずです。僕もそう思います。シュン、今まで迷っていたけれど、やはりあなたについていくことにしました。あの人はアンドロメダシュンさんです。知ってるの？もちろん。セイヤたちもきっと駆けつけてくれる。だからセインティアの皆さん、サオリさんは僕たちに任せてくれませんか？わかりました。その代わり私からも沙織さんにお願いがあるんだけど。約束？そう、約束。お互い絶対に生きて帰るって。翔子さん、私なんとなく分かってきたんだ。自分がどういう星の元に生まれたか、アテナのセインティアとして命を張る覚悟だってできてるけどさ、こんなところで死んじゃったら虚しいじゃん。ちゃんと生きて帰って美味しいもの食べて笑い合おうよ。わかりました、約束しましょう。
ひなどりどもが羽の使い方ぐらいは覚えてきたようなな。アイラさん。さあ、コスモを燃やせ。アテナの影として働くのがお前たちセインティアの務めだ。次回、セイントセイヤ、セインティア将、12級の死闘、恐るべき邪霊の幻惑、ご期待ください。